ボンジュール。いやー久しぶりですね。本当ですね。ご無沙汰してます。会いたかったですよ、ムンロージー。あら、やだ、何？誕生日プレゼントかしら、これ。違います。え？いよいよ出来上がったんです。あれ？あれです。あれですか。あれです。あの開運財布が。そうです、開運財布です。出来上がりました。出来上がった。てか、すごい立派な箱ね。もうムンロージーをイメージして、スタイリッシュかつセクシーに仕上げました。サロンドルヴァンの水を集めた。そうです。箱。ゴールドのね、うんうん、箱がね、すごく高級感ありますよね。確かに。わあ素敵。プレゼントでね、もらっても喜ばれます、ね。そうだね。これもらってもね、なんか開けたくなるよね。そうなんです。じゃあ開封の儀を進めたいと思います。開封の儀？そうです。そんな大まさかに？それではよろしいですか。いきますよ。はい。いきますよ。じゃあ。あなたね、この中身知ってんでしょ。本当だ。本当じゃないよ。私が驚くところよ。はい。ね、じゃあ、行ってみましょう。早速ほら。早速。カードがあるよ。タロットカードですよ。リバーシブルで。これカードがついて、このお値段で安いよね。そうなんですよ。あれけど私カードだけでもそれぐらいで売ってんだけど。このカードはすごく手が凝ってるカードね。ね。ちょっと見てみましょう。ちょっとその前にちょっとさ、いろいろ財布見てみたいよ。よいしょよいしょ。あら。ちょっと紫じゃないこれ。どうなんだろう。素敵な色。すごい綺麗な色。あ、これは腹子のやつだ。そうなんですよ。いや、いい色だね。あのサンプルよりなんかちょっと明るくなって綺麗になってる。ムンロージュ、本当にイメージしたカラーで、ムンロージュといえばパープルかなと思って、この色を、はい、もう何度もやり直して、あ、本当？出来上がりました。すいませんな。それでは、いよいよ、ご開帳！さあ、すごいね。わぁ、あんた今驚いてる。いいわよ、そのリアクション。すごいね、カードの入れる場所が。見てこれ、何枚入るの？数えてんだ。いや、だいたい私いつもね、2枚、3枚さ、同じとこに2、3枚入れたりしてんだけど、これだけあれば十分だね。そうなんですよ。ここはやっぱ小銭入れたりとかね。小銭入れたりとかね、レシート入れたりとかね。レシート入れたりとかできるね。はい、入れられますね。見つけちゃった。見つけちゃったよ、あそこ。シークレットポケット。ね。ちょっと見て、スケルトンになってるんですね。そうよ、これがさ、溶けとってもいいんじゃないのこれね。今回の開運財布の一番のムンロージュのこだわりポイントはここですから。そう、もうおねだりしてね、もう予算がとかブーブー言ってる人気さんをね、外で予算とか言ってるじゃないでしょとか言って作らしたりね。このスケルトン、透明がいいよね。そうなんです、うん、ここが一番の今回の本当開運財布のポイントね。ちょうどそれに開け閉めするときに目に入るんですよ、これ。ちょっと早速やってみましょうか。あ、さあちょっとミキさん、この開運財布の未来を占うんだけども、あんた死神とか出したら怒るわよ。ちょっと深呼吸しますね。はい、じゃあ1枚どうぞ。開運財布の未来だよ。本当ですよ。はい、いいのそれで。はい、はい、じゃじゃん。あ、いいカード。これはね、節制って言ってですね、いい流れがあるので、うん、その流れに身を任せなさいっていうカードだけど、引きがいいわね。はい、よかったじゃないよ。ねえ、じゃあここにこういう感じで入れるんだね。はい、だからだから、だからそれあんたさ、物作ってる人が今気づいたな、あんた試してないの。もうまだそうよね、本当に。もうこれで1年かかったのわかる。このコミュニケーションが決まってなかったんだけども、ほらご覧のようにですね、すっぽりと入って、しかもね、やっぱ綺麗だ、可愛いね、この中に入ってる、ね、ちょっと見えると嬉しいですよ ね、 ね、いい。こちらも、うん、何それは。この QR コードはですね、はい、こちらのですね、うん、開運財布の使い方の、うん、ハウトゥー動画に飛ぶようになってます。ですので、そこにも QR コードが。そうなんです。なので皆さん、この QR コードを読み取っていただいて、ハウトゥー動画を見て、ぜひこの
この開運財布の使い方を確認してください。なんかね、カードにも QR コードで使い方も QR コードってことはさ、携帯持ってない人使えないってことじゃない？今もうそういう時代だから。ナウイ時代乗ってこうわぁ、こんなにあるの？そうなんです。すごいじゃないの。これがあのハラコのやつだね。そうですね。何色あるんですか？アイボリー、うん、ピンク、ブルー、グレー、ベージュ、そしてパープル。すごくとってもカラフルで、たくさん種類があるけども、そちらは何ですか？これはレースのタイプになってます。うん、あのムロージ今日のお洋服もちょっとレースっぽい感じで、皆さんやっぱりこうレースはね、うん、近くにあるとすごく幸せな、ねね、気持ちになりますので、うん、アイボリー、イエロー、ピンク、と3色お作りしました。いや全部で12種類。そうなんです。なんかどれも捨てがたいね。なんか縁起いいですよね。12というのはね、いいパターンですよ。数にね限りがあるから、お好みの色とかね、タイプを、あるんでしたらなるべく早めにねお買い求めください。ムンロージ、今日ちょっとどうしてもお願いがあるんですけど。何よ。いや、もうこんだけでやってみたからさ、一つぐらいお前が聞いてあげるよ。もう楽しみにしてくださってる皆さんにね、うん、今日あのサインをね、このタロットカードにせっかくなんでいただけないかなと思って。いいわね。何度かしなきゃペンが来る。あー、素敵なサインですね。あ、ありがとう。ムンロージのサイン入りのカードがどなたかにお一つだけ入りますので。紛れてるってことなんだ。そうなんです。もうこれまた楽しみだね。これが当たるまで買ってみるって何個かやっぱりの開運財布って言いますけどもね、私は今回ね、開運財布としてなんか持ち歩くだけでね運が開けるってそんな簡単なことはないんでですね、今回はこのカードをね手に持って、そのカードのメッセージをね、常に持ち歩くと、そういう開運財布にねさせていただきました。風の時代ね、軽やかに風に乗っていただこうと思いまして、2022年のね運を開く、そういうつもりでね、作らせていただいたんですけども、こんなに素敵にね仕上げていただけてありがとうございます。本当にもう、持っているだけで幸せがね、うん、舞い込んでくるかしら。そうよ、もう井上さんのね、怨念というか、ね、執念がね、この中に詰まってますから、もうそれだけでもね、運が開けます。幸せになりたい。はい、それでは井上さんの幸せを祈って、皆さん、オーバー。